こんばんは。今日も外から帰ってきました。今日は友達と一緒に外食をしてきました。特にどの店に行くっていうのは決めてなかったので、その場でお店を決めたんですけど、一緒にハンバーガー屋さんに入ってご飯を食べてきました。私はブルーチーズが入ったハンバーガーを食べたんですけど、すごく味が美味しかったです。で、一緒にポテトをつけますかっていう風に聞かれたんですけど、私はあんまりフライドポテトが好きじゃないので、頼まずにハンバーガーだけを食べました。結構ボリュームがあったので、満足感のあるハンバーガーでした。友達は日本人の人なんですけど、イギリスに来てから出会った人です。イギリスに来てから誰かとご飯に行ったのは多分2回目だったかなと思います。その行ったレストランなんですけど、お会計の仕方が分かんなかったんですが、ウェイトレスの人がお会計のレシートを持ってきてくれて、席でお支払いをするっていう形でした。で、そのウェイトレスが持ってきたレシートにチップ代が 10% 入ってたので、現金でチップを払ったり追加でチップを払ったりっていうのはせずに、含まれているチップの分だけクレジットカードでお支払いをしてきました。支払った分を友達と分けたかったんですけど、それも柔軟に対応してくれて、それぞれクレジットカードで払うことができました。その後ですね、今日はまた買い物をしてきたのでご紹介しようと思います。今日の買い物は年内最後の買い物のつもりで買ってきたので、いろいろと買ってきました。まず最初にプライマークでレギンスを買ってきました。レギンスは1本すでに買ってあるんですけど、結構分厚いレギンスなので、薄めのレギンスがもう1本欲しいなと思ってこちらを買ってきました。こちらは6ポンドでした。あんまり衣類にお金をかけたくないなと思って、割と日本から衣類を持ってきてたんですけど、レギンスは持ってきてなかったので、今日改めてもう1本買いました。こちらは前回よりも薄いタイプのものです。あとはポンドランドにも行ってきまして、発音がポンドランドなのかパウンドランドなのかまだちょっとわかんないんですけども、私はどっちでも読んでます。で、今日パウンドランドで買ってきたのが、スポンジです。これは食器を洗う時に使おうと思って買ってきました。これ1ポンドなんですけど、20個入ってて、20個もあれば1年は使えるなと思って買いだめのつもりで買っておきました。で、こちらは霧吹きです。結構部屋が乾燥してしまうので、加湿器っぽいものを買うかどうかも迷ったんですけど、ひとまず霧吹きを使って乾燥対策をしてみようかなと思ってこちらを買ってみました。部屋で洗濯物干してても乾いてしまうんですよね。で、洗濯物がカラカラになるとどうしても湿度がどんどん下がっていってしまうので、霧吹きで対策をしようかなと思ってとりあえず買ってみました。これは1ポンドです。こちらもポウンドランドで買いました。こちらは小さいカゴなんですけど、今お風呂場と洗面所にこのカゴを使って自分のものを分けて入れてるんですが、キッチンも自分のものを入れるカゴが欲しいなと思ったので、今日2つ買いました。白いカゴが欲しかったんですけど、白いカゴが不良品っぽくって、ここら辺の角がちょっと尖ってたんですね。危ないなと思ったので、欲しかった色じゃないですけど、ブラックで2つカゴを買いました。こちらは2つで1ポンドです。今思ったんですけど、キッチンに2カゴと机の上にもう1つ欲しかったので、3つカゴが必要でしたね。また年明けに買い物をしたいと思います。あとは電池を買いました。こちら日本から電動歯ブラシを持ってきたんですけど、その日本から持ってきた電動歯ブラシの中に使っていた電池が充電式の電池を持ってきていたんですね。だけどその充電式の電池が漏電してしまって、もう使えなそうだなと思ったので、こちらの電池を買ってみました。でも日本製の電池じゃないので動くかどうかわからないんですけど、ひとまずこちらの電池で動くかどうか試してみようと思います。その後ブーツというドラッグストアにも行ったんですが、先日ブーツのアプリをインストールしたんですね。初回利用すると200ポイントもらえて、でその次の買い物で20ポンド以上購入すると400ポイントがもらえるっていうクーポンがあったんですね。で今日買い物を2回に分けるつもりはなかったんですけど、たまたま通りがかりに2店舗見つけたので、今日は1日2回もブーツに行きました。でそのポイントが欲しくて2回行ったんですけど、1回目は200ポイントをもらえたんですが、2回目の買い物が安物買いをしたために20ポンドに届かなくて、でもあともう少しなんですけど欲しいものがなくて、 19.75 ポンドの買い物をしてしまったんですね。なので400ポイントはもらえなかったです。ちょっと今考えると本当にもう一つなんか買っておけばよかったですね。で最初にボディーソープを買いました。前買ったボディーソープなんですけど、以前購入したボディーソープは、シャワージェルで、あれでも問題なかったんですけど、現地の人が使ってる割合が多いのがこちらのダブのボディウォッシュなんですね。これを使ってる人が圧倒的に多くて、この香りの違いはそれぞれ違うんですけども、ダブを使ってる人っていうのがすごく多いです。なので私もこのダブを一回使ってみようと思って買ってきました。なので前のボディウォッシュがなくなったらこちらのダブを使ってみようと思います。でこれはブーツのプライベートブランドのコンディショナーです。今シャンプーは足りてるんですけど、コンディショナーがもうあと2週間ぐらいしたらなくなりそうなので、一応ストックで先に買っておきました。これ500ml 入って 0.75 ポンドなんですね。かなり激安で不安になるぐらい激安なんですけど、どんなもんかっていうのも試してみたいので一応買ってみました。でこれもプライベートブランドのブーツのクリーニングフェイシャルワイプス。こちらは化粧落としシートですね。一応日本から持ってきていて、私が一番好きなのがこのビオレの服だけコットンなんですけど、まあ、それに似たような感じだったらいいなと思って買ってみました。化粧落としのオイルっていうのがあると思うんですけど、私はオイルクレンジングでアイメイクを落とすのがダメなタイプの人なので、このブーツで買ったクリーニングフェイシャルワイプスがビオレの服だけコットンのように使えたらいいなと思って買ってみました。で、あとはコンタクトレンズの洗浄液を買ってきました。最初に買ったのがこちらなんですけど、ブーツのプライベートブランドで、発音がいまいちよくわかんないですね。で、これが 2.5 ポンドだったんですね。すごい安いなと思って買ったんですけど、多分これはこちらの商品は生理食塩水なんですけど、目に入れる前にコンタクトレンズをすすぐと思うんですけど、その時に使えるのがこちらの生理食塩水だと思います。だけどこちらの生理食塩水だと消毒ができないんですね。っていうのに後から気づいて、こっちを新しく追加で買いました。すごい不要な買い物をしたなと思ってるんですけど、こっちだけで良かったなって思ってます。こちらはですね、ディスインフェクツって書いてあるんですけど、これが消毒っていう意味です。こちらが日本でも使っていたコンタクトレンズの洗浄液に値するものだと思います。で、こちらが1つですと 10.99 ポンドだったんですが、2つ買うと18ポンドで、1本分が9ポンドになるので、2つ買いだめしておきました。こちらも買ってしまったので、一応使うんですけど、コンタクトレンズを洗うときはこちらで使用して、でコンタクトをつける前に洗うときはこちらの生理食塩水を使いたいと思います。まずはポンドランドとブーツの購入品紹介を終わります。